皆さんこんにちは、塚月舞です。今日はもともとね、私がギターを始めた頃ぐらいに通っていたスタジオでツイッターに初めてギター弾いてみた動画を出したんですよ。あの時はね、パワーコードすら弾けなくて、でもコードチェンジすらもできなかったんですよ。それで、ね、初めてコードチェンジとかパワーコードを弾けたんがリサさんのクロッシングフィールドで、練習をして、ここのスタジオでね、ギター弾いてみた動画を撮ってみたのですが、私がね、ツイッターを始めたんが、7月17日なので、そこからね、だいたい1週間ちょいで、初めてギター弾いてみた動画を撮ってみたのですが、その時にはトラブルがありました。その動画を撮ったんで、どうぞ。こんにちは。以前お世話になってたスタジオのお姉さんです。こんにちは初めてギター弾いてみた動画を出した時に、その何にも知識がなかったんで、撮影台やったりとか音源言ったら携帯で私撮ったんですけど、なんか音源流せんやんってなって、急遽お姉さんにすいませんって、なんか動画っていうか音源流してもらっていいですかみたいなね、ちょっとくだりがありまして、なんかそれで流していただいて、初めての撮影やのに、なんか見られながら撮影するっていう、なかなか過酷っていうか、なんかなかなか恥ずかしくて、もう手が震えた初めての撮影でした。ここからね、2年経ったということで、どれだけ成長できたかっていうのを今回の動画で検証できたらいいなって思います。お姉さんありがとうございます。今日もお世話になります。では頑張って弾きます。